2018年これベンチを温める日々が続くと、いやもう信じられなくて、その状況が周りに当たり散らしてますよね。正直サッカー嫌いになってわーってなってる時に、うん、パッて目が覚めるんですよ、うん、今後の展望ってどうなってるんですか。もう自分のその特徴を全力で出せる監督になりたいっていう。2015年の7月に、うん、はい、まあ、5シーズンぶりですか、はい、清水に移籍しまして、うん、J リーグに復帰されたと、うん、これ J リーグの復帰を決めた理由は何ですか。3年契約で、うん、2年半で最後の半年活躍して、うん、まあ、クラブとしても移籍金取れるうちに出したいわけじゃないですか、うん、そのタイミングでオファーしてくれたのが清水エスパルスと、まあ、もう一つあったんですけど、うん、まあ、名前は伏せるんですけど、うん、いいオファーくれたんで、うん、ああもうここで行こうと思って、うん、そのリーグの途中で加入されて、うん、まあ、13試合で4ゴール、うんうん、ただチームは J2 に降格と、はい、この時の心境はいかがでしたか。その時は、まあ、やっぱり体的にみんなが想像してる僕はフロンターレ時代の僕なんで、うんうん、やっぱそこを求めてくるけど、だからゴールを取ってほしいって思ってるけど、うん、僕は今は違う新しいプレーを確立したよっていうのを言いたいんだけど、うん、下がって受けて、うん、まあ、今のハリーケーンみたいな、いわゆるそこまでのもちろんハイレベルはできないけど、うん、ビルドアップに参加して、うん、周りを生かしてゴール前に入って受けてパスを出してってやったら、でチームもめっちゃ勝ち始めて、でも僕は点取れないんですよ、うん、点取れないけどチームはめっちゃ勝つようになって、うんうん、でそしたら、まあ、最後の方には、最後の方っていうか試合の最後の方にポロンって最後にパスもらえるようになるんですよ、うん、ずっとチームのためにプレーして最後の最後で3点で追加点ぐらいで自分が取るみたいな、うん、そういうのプレーのスタイルが確立して、その時にでもやっぱり点を取れって言われる、一、うん、人で点を取れみたいな、うん、いやじゃなくてまずは組織から整えようよっていうのが僕のその時の考えで、うん、やっぱり組織はもう完全崩壊してたし、宇多大前元気みたいな、守備全然しないみたいな、僕までそれ守んなかったらダメじゃないですか、うん、で僕は守備に奔走して、うん、でまずは組織作りからしてその2人を生かそうと思ってたけど、うんうん、でもやっぱりそこで点は取れないし、失点はボコボコするし、うん、もう全然いいとこなしでしたよね、うん、で僕もいわゆる4ギフンっていうアシスターを失ったことによってゴールの形がないし、うん、いいクロス上げてくれって言ってもやっぱりいいクロス上げれる人はいなかったから、その時、うん、まあでも4点は取ったんですけど、まあ物足りないですよね、うん、まあ、ただその翌年2016年 J2 で26得点、うん、J2 の得点王にもなりました。そしてアシストも10、うん、まあものすごい大活躍だったと思うんですけど、うん、はい、1年で J1 復帰、はい、これは要因は何だったんですかね。もうその時は俺すげえと思ってたんですけどいや俺やっぱすげえなって俺やっぱりすごいなと思ったけど、うん、まあ、今考えたら、うん、そんなぐらい周りのレベルが高かったですね。だから J1 では全然ダメだったんですけど、うん、J2 に行ったらそのメンバーもすごくて、うん、まあ、最初はやっぱりうまくいってなかったんですよ、うん、ギクシャクしてたけど、うん、まあ、途中からもう完全に軌道に乗り出して、うん、もう勝ち出したらもうかなりみんな自信もついて、うん、で結局大前と僕の2トップが結構すごかったんで、うん、大前もその時18点取ったのかな、うん、2トップが18点と26点取ったのすごいじゃないですか、ね、うん、でその時は自分の実力で点取ったのかなと思ったんですけど、うん、まあ、やっぱり、まあ、春日フロンターレの時じゃないけど周りが崩してくれていいパスをくれるから、まあ、PK も僕は蹴ってたし、うん、まあ、そういうので得点を量産できて、まあ、アシストもこれ川崎と違うところはアシストが2桁乗ってあったところなんですけど、うんうんうん、まあ、その時にやっぱパスを意識してたんで僕は無理しなくても大前元気にパスを出して取ってもらうみたいなこともできてたから、うん、でなおさらすごく実りのある1年でしたね。まあ、そして J1 に復帰した2017年は主将としてチームを引っ張って10得点、はい、2年連続の2桁記録、うん、ただですよ、はい、2018年これベンチを温める日々が続くとあるんですけれども、はい、この時はどういう状況だったんですか。2017年にキャプテンやらせてくれっつって、うん、お前元気出たから、うん、僕キャプテンやりたいっつって、うん、まあ、調子に乗り倒した時ですね調子に乗り倒してサッカー人生で一番楽しかったのこの時なんですよ。だから、まあ、自信があるからプレーもいいし、うん、点も取るし、うん、でも怪我が多くて、うん、後半はほぼほぼできてなくて、うん、2回怪我したんですよ、うん、残留争いになって、うん、でも最後の試合僕決めて残ったんですけど、うん、でも僕はまだいけると思うんですけどクラブ的には怪我が多くなってきたからもう一人必要だよねってなったと思うんですよ、うん、で監督も変わって、うん、ってなって始まった最初の1週間でクリスランが紅白戦で2点取ったんですよ、うん、でそれで監督がもうこっちを使うってなったんですよ、うん、で僕はもうキャリアの自分の中で頂点の調子に乗り切ったところからスタメン外れるっていうこともう全く僕は受け入れられないですよ、うん、その状況、うん、いやいやいや、わけが分かんない、うん、いや俺出せば絶対点取るし試合勝てるじゃん、うんうん、実際勝ってたし僕が出てた試合は、
なのにいやクリスなんで行くみたいになって、うん、いやもう信じられなくてその状況がでなおさらうまくこれがあるからこれきついじゃないですか、うん、いやそれはもう周りに当たり散らしてますよね。もうずっとイライラしてるから、うん、精神的に不安定だから、うん、監督にも反抗的な態度してたし、うん、これぐらい自分の中では受け入れられない感情の大きさがあるから矢印が外に向いちゃうっていう僕の弱さがあるんですけど、うん、それを受け入れられるまでは本当時間かかりましたね。1年以上かかった、うん、ずっとベンチでしたもん。絶対そこは変わんなかった。もし今その昔の自分に声かけるとしたらどんな声かけます、はい、声かけても聞いてないと思います面白い。その時の自分は何も聞き耳に入ってこないと。うーん、だから最後 J1 のキャプテンやってた時に、うん、最初は試合出てる時活躍してるから何も言えないんですよ周りが、うん、でも文句も言いまくってたし、うん、でも僕が試合に出なくなって怪我した瞬間、うん、反乱分子がプワって溢れ出して、うん、僕はあまりの調子に乗って発言をしてたから、うん、でもその時は気づいてないじゃないですか。僕は自分の正義があったから、うん、俺がこのチーム変えると思ってたから、うんうんうん、でもその時に西部洋平さんがいて、先生、うん、ちょっと話しようよみたいな感じで言ってきてくれて、うん、まあ今こういう状況で、うん、お前のことを悪く言うやつがまあ一定数いて、うん、川崎フロンターレ時代の話を聞いてたんだけど、うん、まあ、こんなんじゃなかったし、うん、どんな感じなのみたいな感じで言われて、うん、いや意味が分かんないですよ僕は、うん、何言ってんのこの人って思うわけですよ、うん、いやいや俺全力でやってるし、うん、西部さんに対してはそんな反抗的な態度一切しないし、うん、先輩は立てるし、うん、何言ってんだろうと思ったけど、その話をして家に帰ってきたら、うん、これめっちゃ悪口言われてるんだってめっちゃショックで、でその次の年にこうなるわけですよ、うん、で僕は受け入れられなくて、でもうわーってなってる時に、うん、パッて目が覚めるんですよ、うん、めっちゃ調子に乗ってたと思って、やばいと思って、うん、みんなに謝ってごめんなさいっつって、うん、本当ごめんなさいって、あの時完全に調子に乗ってましたっつって、うん、だからこの時は僕は本当の挫折なんですよ。この時には僕は挫折として自分を受け入れました。ケルンの時はまだちょっとケルンでブンデスイスでやってるっていう余裕があったから、うんうん、この時は本当にもう自分と向き合いました。もう33にも4の年だったから、もう自分と向き合っていろんな人と話をしながら、いろいろ教えてもらいながら何をしなきゃいけないのか、その時増田千佳っていう選手とか、うん、清水光平みたいな選手が、うん、もうベテランでもう黙々とやるわけですよ、うん、でも僕は受け入れられずにイライラしてるわけですよ、うん、子供みたいに、うん、赤ちゃんみたいに、うん、だからそれを見て恥ずかしくなって、うん、じゃあ自分が今サッカー選手として生きられるこの一日を大事にしようと思って、うん、そこからすごく充実した毎日を過ごしているようになって、うん、その夏にドーグラスが来て、クリスラン僕ドーグラスが前にいるんですよ、うん、マジかと思って、うん、でその次の年明けた時にドーグラスが心臓の問題で試合に出てなくて、うん、でそれでも監督は僕を使わないんですよ、うん、でも僕はやることは変わらずに毎日ベストを尽くして自分に足りないものをベクトル自分に向けて課題をずっと修正していって、でその時にスタメンで出るきっかけになって、うん、でそこから5試合ぐらいはスタメンで出たんですけど、うん、でその3試合目ぐらいでその岩田とのダービーでゴールを決めて、うん、それ全てが報われた気がしました。はあの外から見てるとですけど、うん、順風満帆のようにこう見えるんですよね、はい、キャリアとして、うんまあ、ただ挫折とか波とかいろいろこうあったなってお話伺って思ったんですけど、はい、どんなキャリアだったと思います？自己肯定感が低すぎて、うん、もう答えはもうそこなんですよ。なんで僕がエゴイストかって言ったら自己肯定感が低いからなんですよ、うん、だから自己肯定感が低いっていうことは自信がないわけじゃないですか、うん、だったら僕は自分に価値がないと思ってるんですよ、うん、今でも僕は自分に価値がないと思うから、うん、価値があるものを手に入れようとするんですよ、うん、だからある程度手にお金が手に入ったらいい車乗ろうとするし、うん、ブランドも買おうとするのは、うん、価値があるものを自分が携えることによって価値がある自分になろうとする、うん、だから僕にとって一番の価値はゴールだったんですよ、うん、ゴールを取らなきゃ自分は価値を感じないから、うん、自分は中心からずれて相手にされなくなってクビになる、うん、だから早く結果を出さなきゃいけない、うん、結果を出すためには試合に出なきゃいけない、だからそれぐらい必死なんですよ、うん、常にお腹が空いてるし常に喉が渇いて常に飢えてるんですよ、うん、だから必要以上に考えちゃうし、うん、必要以上にだからエゴイストになっちゃうし、でも心はめちゃくちゃ弱いの自分でわかるから、うん、だからイブラヒモビッチみたいなタイプとは全然違うんですよ。もう根っからのエゴイストじゃないですか、うん、で自信満々でうまくいかなくてもあいつはバカだみたいな、俺を使わない、うん、使わないなんて俺はバカだみたいなタイプだけど、うん、僕は使われなかったらめちゃ落ち込むし自信を失うしプレーにも影響されてどんどん落ちていくし、だけどゴールを取った時は安心するっていうのは
結果を残して自分の価値を手に入れたから自分はサッカー選手として価値があるっていう思えるわけで、うん、だからそれのずっと戦いでしたね僕のキャリアは。うん、最後の最後までそうだったし、だから中心から外れた瞬間、うん、めちゃくちゃ精神的に不安定になる。もう常にイライラするし、スタメンから外れた次の週なんて本当にイライラして若手とかに未だに行っちゃうし、でもそのヤン・ヨンソンの時に挫折を味わったことによって人間関係もぐちゃぐちゃになったことによって、うん、そこのテクニックも分かって、謝ればみんな許してくれるなっていうのが分かったんですよ、うん、だから僕がイラッとして若手にバッて行っちゃった時は練習終わってすぐごめんちょっとイライラしてた本当ごめんねってちゃんと頭を下げる、うん、もうだって20個年下とかと一緒にプレーしてるわけじゃないですか、うん、今とか38で18歳とかとプレーしてたら半分以下の人になかなか頭下げられないじゃないですか、うん、でももう自分が愚かだっていうのこと分かったから、うん、己の愚かさを知りで第一歩っていう言葉があるんですけど、うんうん、自分が愚かだって分かったら、まあ、喧嘩した時は絶対自分が悪いと思うんですよ。だから謝ったら向こうも、僕が謝ったら向こうあってなるわけじゃないですか、うん、あんな年上の人が謝ってくれたら僕もってなる、うん、逆にその話し合うことによって絆が深まるから他の人より仲良くなるんですよ、その人と。そうですよね、うん、だから話せばみんな分かるし、みんないいやつだし、うん、みんな嫌われたくないから、うん、とりあえずそういうテクニックを覚えることによって人間関係がかなり円滑になって、で自分のことしか考えてないし他人に無関心だったから、うん、それまではそういうの気にしなかったけど、うん、エスパルスですごくいい仲間に囲まれて、みんな挫折を味わって角を取ってみんなとうまく調和しようとする姿を見て、みんなめっちゃいいやつやんと思って、うん、で自分もその輪の中に入った時に、あ人間関係っていいなって初めて思ったのが35ぐらいの時、345の時なんですけど、うん、まあ、そこ一つの人間として人としての気づきはそこにありましたね。はあ、これってそのどの場面でもどのサッカー選手じゃなくても、うん、すごくこう学びになるんじゃないかなと思っていて、うん、人間関係がはやっぱすごく学べましたね。やっぱりでもそれでも自分の中のエゴとの戦いがあるわけ で、うん、でそれを外に出しちゃいけないのは分かってたけど、まあ、出しちゃった時はもう最悪謝ろうと思って、うん、ちょっと反抗的な態度をしちゃった時もすぐ謝るし、うん、まあ、それ謝ったら許してくれるんだなっていうのを分かったことは、多分今後においてもこれってサッカー関係なしすげえ大事になることだっていうのは思います。こういうところが僕が一番こう惹かれるところなんですよ。あ、嬉しいです、ありがとうございます。チョンテゼさんって、まあ、選手の時のそのエゴイスティックな部分とか心の強さの反面心の弱さがあったり、うん、その中できっと、自分自身が学んで少しずつでも成長したりしていくっていうこの姿勢が多分多くのファンの方に受け入れられていくというか、うん、まあ、そういう、こう人なんだなっていうのを感じていたので、はい、こういう話をものすごく聞きたかったんですよ。嬉しいですまあその後ですけども、はい、アルビレックス新潟にレンタル移籍してシーズン終了後、はい、またレンタル元の清水、うん、で清水でも契約満了となって引退を決意と、うんうん、まあ、清水での生活振り返るとどうでしたか？いや最高でした本当に、まあ、家族がそこで赤ちゃんの時から大きくなったっていうのが一番大きくて、うんうん、でそれとやっぱり静岡っていうあのサッカーの関心の高いところでやってたら、うん、サッカー選手のステータスの高さを感じたし、うん、みんなが関心を持って街を歩けばみんな気づくし、試合で結果を出してなんか救世主みたいなこと言ってくれたりして、うん、で自分もやっぱり J2 か J1 に上げたっていう自負があって、うん、もう最高のあの時間でしたね清水っていうのは、うん、もちろん苦しい時もあったけど、ただですよその引退を決意したところから一転、はい、2021年町田ゼルビアに加入と、はい、これどういった経緯なんですか？新潟に最後半年行ったんですけど、はい、まあ、結構結果も出して、うん、清水であんだけ苦しい時に自分でがベストを尽くして、うん、新潟に行ったらファビオ選手が飲酒運転でクビになったんですよ、うん、解雇されて、うん、もうワントップ僕しかいなくなって、うん、それで9点取って、うん、でハットトリックした相手が町田で、うん、それで J リーグ通算100点に乗せたんですよ、うん、あなんかここでやるのが一番いい、やめるのが一番いいなと思って、うん、でもまあちょっと迷うところはあって、うん、やっぱりここでやめちゃうのはもったいないかなと思うし、サッカー選手っていう自分の肩書きを失ったら自分ってどうなるんだろうってまた自己肯定感の低さとかあったりして、でもやっぱりいろんな人に相談して、今考えたら そんだけ相談するっていうのはやっぱりやりたかったんですよね、まだ思い残すことがあったから。でもオファーはなかったんですよ正直。トライアウトってなったらって思ったりも今いろいろ考えながら、でそこでオファーが来たのが、最初にオファーが来たのが町田で、でまあ来たらいろいろ来たんですけど、まあ契約条件とかいろいろあって子供の学校のことを考えて町田 にしました。うん、
まあ、21、22シーズンでまあ30試合以上に出場してまあ存在感発揮された、うん、まあ、その中22年シーズン終了後にこう引退、うん、ここではもうやりきったと。やりきったんですけど、うん、やっぱりこの 2年がきつすぎて、うん、まあ、町田に入って、うん、やっぱり、まあ、ラスボスみたいな感じで、うん、強烈な監督に最後に会って、うん、でやっぱり自分はそれ乱されながらも、うん、自分と向き合わなきゃ向き合わなきゃ、それはヤン・ヨンソンの時に経験したことで、うん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 、やっぱり人間だから自分がフラストレーション溜まった時に人のせいにするっていうのは人間の本性だから、はい、本能だから、うん、やっぱりこの監督にムカついてる自分に課題はあるっていうことを考えながらずっと自分ができるベストのことを尽くしてたけど、うん、まあ、それでもなんかやっぱり相性っていうのがあって、うん、型にはめてくる監督の下ではやっぱりきつくて、でもそういう状況でめげずにやるのが選手だから、まあ、それをの作業をずっとやってたけど、でも最後の最後までやっぱり、まあ、悪縁っていうのは続くもので、最後の最後まで本当2年間かなり苦しくて、うん、正直サッカー嫌いになって、うーん、まあ、何をやってもうまくいかないし、いやちょっともうだから燃え尽きましたよね、その時に。あ、もう、なるほど。そしたら契約満了になったから、うん、逆に僕はいや嬉しくて、契約満了にしてくれたことが、うん、だってもう後ろ髪引かれることがないから、うん、あ、契約満了してくれ、ありがとうと思って、うん、まあ、もう引退します、もうすぐ。でそんぐらいもうすっぱり。だからポポビッチ監督に正直恨む気持ちっていうのは今でもある、うん、引退してこんだけいい時間を過ごしてても、でもやっぱりそうやって虐げられながらもサッカーをやめるタイミングをずっと見計らってたんで、この5年ぐらいは。でも辞めるきっかけがなくて、でそのきっかけを与えてくれたなって思うことに、まあ無理やりだけど、まあそれは感謝しよう、するところだなと思うし、まあ何より一番大きいきっかけになったのは、超エゴイストなんですよ、監督って、うん、僕と性格すごい似てて、うん、この人がこんだけ長い間 J リーグで監督できるんだったら俺もできるなって思ったんですよ、うん、今まで監督やりたいなと思ったことなかったのに、うん、ポポビッチ監督を見て、自分と同じ種類の人間を見て、うん、あ、俺監督やったらちょっと面白いよ、こんな好き勝手に選手にこう指示して、うん、いろんなところに口出して、うん、やることが OK だったら、もうちょっと自分は自分のやり方で、うん、その反面教師としてうまくできるなって思うきっかけをくれたから、うんうんうん、あ、そうしてみようって思って、はい、はい、なるほど、そう思いました、はい。もしかしたらこの後いろんな夢があるかもしれませんけど、うん、まあ、ワールドカップの解説がこうすごく分かりやすいなとか、はい、まあ、いろんな方面で活躍されてるんですけど、うん、今後の展望ってどうなってるのか、先ほど監督っていう話もありましたけど、はい、引退をスパッと決めて、うん、その後の生活がもう楽しすぎて、はい、なんで早く引退しなかったんだ、正直思うぐらい楽しくて、うんうん、すごく感じるのは、辞めたるそのクラブのステータスでしか自分がなくて、うん、辞めたら自分のベストだった時の自分に戻ってる感じがするんですよ、うん、そうなったらいろんな人が丁寧に接してくれるし、うん、それが楽しくて、うん、でやっぱフォワードで自己中でわがままだから、やっぱ自分が中心にいなきゃ精神的に不安定になるって言ったじゃないですか、うん、だからテレビとかこうやって話してる時も自分の話をみんなが聞いてくれる、うん、で家に帰ったら家族の中心に自分がいる、うん、どこに行っても自分が中心なんですよ、うん、めちゃめちゃ楽しくて、うん、めちゃくちゃ幸せで俺、うん、だからその時今の活動がもう最高に楽しいです。なるほど。あ、でもすごくその感覚って、まあ、テセさんらしいなというふうに思うんですけど、うん、今後いろいろな活動されていくと思うんですけど、はい、ね、監督業なんかも、うん、そしてタレント業なんかも、はい、まあ、すごく楽しみですね。いろいろやってみたいです、うん、なんで指導者に直接ならなかった理由は、うん、違う世界見てみたかったから、うん、こうやって自由じゃないですか、自分で仕事をスケジューリングするのもすごい楽しいし、うん、家族の時間を増やすためにこういう仕事してるのに、うん、全然今暇の家族とご飯食べれてないですけどそれは寂しいところなんですけど、うん、でもやっぱりそれはそれ幸せなことで、もうやっぱり最後に言ったポポビッチ監督を見て俺も監督やりたいと思ったっていう気持ちもあって、うん、だから状況を見ながらそっちにシフトチェンジしていこうかなと思ってます、うん、だからやっぱり今全力でこういう仕事を韓国に行ってもそういう仕事をしながらタレントのとして仕事をいろいろもらっていきながら、でやっぱり最後はもう自分のその特徴を全力で出せる監督になりたいっていう、うん、いやすごく楽しみですね、はい、どんな監督になるのかということでですね、長い間チョンテスさんのサッカー人生について振り返ってきましたけれども、はいはい、チョンテスさんの人生から見てる方々もいろんなことを学べると思うので、これからの活躍も大いに期待しております、はい、本日はどうも長い時間ありがとうございました。ありがとうございました。
さん、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いかがでした？いや、面白いね。面白すぎたでしょ。いろいろなルーツを持っている選手、そしていろんな場面で活躍している、そして、酸いも甘いも経験している、まあ、チョンテセという人間がどんな感情でその時いたのか、これはサッカー選手に限らずいろんな人が抱える心境というかだと思うんですよね。まあその中でどういうふうに打ち破っていったのか、ヒントになるものあるんじゃないかなと思うんですよ。でもそれってチョンテセさんが最初から持ってたものじゃなくて、やっぱいろんなことを経験して自分で感じてきっとね学ばれていったんじゃないかなと。で、僕もすごく今日学びになりましたね。一本の映画を見たいのだ。いやいや本当にそうよ。うん、チョンテセ物語を我々ね堪能させていただきましたよ。楽しかった。うん、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。